エドラちゃんは見た。ふん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 。俺は橘、地元の高校に通う高校2年生。ふんふん。あれ、ここにあった潰れたレストラン、ついに解体するのか。懐かしいな。ここのステーキ、確かめっちゃ美味しかったんだよな。うめえ。最後に食べたの幼稚園くらいの時だけど。そういえば、なんでか最後にあそこで食べた時、母さんがめちゃくちゃキレてたんだよな。で、それ以来二度と行かなくなったんだっけ。なあ母さん。なに？国道にあった潰れたレストランあるじゃん。あそこで母さんブチ切れてた記憶あるんだけど、あれってなんでキレてたんだっけ。はぁ、あのレストランね。初めから話すと、あそこのレストランはもともと私の親友のレストランだったの。え、そうだったんだ。ええ、何度か行ってたでしょ。その友達、ゆりっていう子なんだけど、お母さんを早くに亡くしててね。将来は私がこのレストランを継ぐの。お父さんの味は私が引き継ぐわ。って、毎日お父さんを手伝ういい子だったの。私も学生の頃から頻繁にあそこに通ってたんだけど、ある日。カリン、この人がヒイラギさんよ。どうも、はじめまして。ユリさんからお話は聞いています。ユリはヒイラギという男と結婚したの。ヒイラギさんとヒイラギさんのご両親も料理人なの。だからお父さんのレストランを手伝ってくれるって。そうなの。よかったじゃない。ところがね。お父さん、こんな味付けじゃダメですよ。しかし、常連さんはこの味付けがいいって。はぁ、お父さん。そうやって時代遅れな味にこだわってるから新規のお客さんが入らないんですよ。ビジネスのためにも味は常に革新的に。コストは削減が常識。わかりました？そしてレストランはヒイラギによってどんどん変わっていってしまったの。やがて常連客は遠のき、たちまちお店は経営難に飲まれて、借金までするようになってしまった。お父さん、やっぱり私、ヒイラギさんに元の味に戻すように言うよ。いいんだ。店の心配はしないで、お前たちは仲良くやりなさい。今はヒイラギ君を信じよう。でも、お父さん、心労がたたったのか、ユリのお父さんは病気で床に伏せてしまったのよ。そしてね、お父さん、あの店僕に譲ってくれませんか。その代わり、最近できた借金は肩代わりします。心配ないですよ。僕がユリと二人三脚して必ずお店を繁盛させますから。それに万が一お店が持たなかったら、ユリに借金が回ってしまうかもしれませんね。結局ユリのお父さんはヒイラギに店の権利を引き渡してしまったの。なんだ、別にいいだろ。二人で店やって借金の負担もなくなったんだから。そうね。でもあの男はユリと二人三脚なんて考えてもなかったのよ。そんな、メニューを全部変えるなんて。それに野菜もお肉も卵も全部仕入れ先を変えたなんて聞いてない。なんでこんな勝手なことを。うるさいな。この店はもうお前のものじゃない。僕が譲り受けたんだから黙ってろ。なら返して。あなたには任せられない。はあ、お前一人でこの店を立て直せるはずないだろ。文句があるなら離婚だ。そして結局二人は離婚して、お店はヒイラギに取られてしまったのよ。なるほど、ひどい話だな。それでその後店潰れたのか。ええ、そうよ。ん？父さんがブチ切れたのってユリさんの離婚前か。離婚後よ。そんな話の後でよくあの店行けたな。何言ってんのよ。あんた覚えてないの？あんたがまた行きたいってダダこねたのよ。え？離婚後にヒイラギたちはあの店でステーキフェアを始めたのよ。それを見たらあんたが。ステーキ食べたい。え、ダメよ、ご飯用意してるし。ステーキ食べたい、ステーキ食べたい。ってわがまま言い出しちゃって。仕方ない、尺だけどさっさと食べて帰ろう。ステーキ、ステーキ、いらっしゃいませ。俺、エトラ牛のステーキセット。じゃ、それを2つで。かしこまりました。お待たせしました、エトラ牛のステーキです。はい、いただきます。いただきます。うん、うん、うん、うわー、うっせー、やっぱお肉最高だろ。ねえ、カズさん。たっくん、これ本当に美味しい？うん、美味しいよ。いいね、エトラ牛ってこんな硬かったかしら。筋も多いような。
かに言われてみれば、あのすみません。はい。オーナー呼んでくれます？いやあ、カリンさんじゃないですか。お久しぶりです。お久しぶりです。どうしたんです？あ、今日のエトラ牛なかなか美味しいでしょ、うん、ヒイラギさん、これ本当にエトラ牛なんですか？何をおっしゃいます。正真正銘本物のエトラ牛ですよ。でも以前ユリのお父さんが出してくれたエトラ牛はこんなに硬くなかったと思うのですが、しつこいですよ。本物以外の何物でもありません。そんなに疑うのならもうお召し上がりいただかなくて結構です。別の件の因縁でクレームつけていらっしゃるなら営業妨害で出るとこ出てもいいんですよ。ええ、もう結構です。お代を払って帰ります。行くわよ、立花。俺まだ食べてくないよ。他のお客様のご迷惑ですので、クレームをつけるなら二度と来ないでくださいね。二度と来ないわ。こんなところ、このお店もかわいそうに。ユリが店を継いでいればもっといいレストランになってたでしょうね。なるほど、そういうことね。まだこの話には続きがあるのよ。あのお肉絶対怪しいから消費者センターに通報してやろうかと思って。黒だったらあのお店は完全に潰れるでしょ。それでユリに電話したのでね。通報しようか迷ってるんだけど、一応元はユリたちのお店だからどうしようかと思ってね。いいわ、通報してカリン。それがあのお店のためだわ。わかった。それで通報したら案の定真っ黒。エトラ牛どころか海外の腐れかけの安い肉を提供してたのがバレて警察に捕まったわ。それですぐあのお店は潰れてしまったのよ。なるほどね。それにしてもユリさんたちかわいそうだな。せっかくの店を乗っ取られて挙句潰されてさ。うん、でもそのことはもう大丈夫よ。え、駅前のいつもすごい繁盛してるレストランテがあるでしょ。あそこはユリが新しく持ったお店で、今は病気が治ったお父さんと再婚した旦那さんとで切り盛りしてるのよ。駅前のっていつも混んでるあそこ。そうだったんだ。よかった、ユリさんたち救われたんだな。それまでが苦労の連続だったけど、今は幸せそうに料理を作ってるわ。今度みんなでそこに食べに行こっか。あそこのエトラ牛のステーキは昔より美味しくなってるわよ。あんたも来週から学校休みでしょ。やった、行く行く、ステーキ。あ、いや、ちょっと待てよ。母さん、あのステーキがエトラ牛じゃないってすぐ気づいたんだよな。ええ、というかほぼ全員気づいてたでしょうね。でも俺、最後まで気づかなかったんだよな。そうね。俺ってもしかして味音痴？今頃気づいたのかい？嘘だろ？あんた、うちに何を出しても美味しいって言ってくれるから助かってるのよ。母にフォローされる立花なのであった。ご視聴いただきありがとうございました。注文したものと違う肉を出されるのはいいとは言いませんし、悪いことだとは思います。ですがその方がまだまだですよ、まだマシですけど、腐りかけの肉を出すってその神経疑います。それで体調不良を訴えられてお店が潰れたら本末転倒じゃないですか。なんでそんなことするんでしょうね。そんな人は素晴らしい料理を作っている方に失礼なので、料理人だと名乗らないでほしいです。皆さんもどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またそんなお店が潰れてよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。